ラチアン・ユリエン・チョロッシュは、ルーマニアの政治家、農学者、前首相。2007年12月から2008年12月まで、カリンポペスクタリチェアヌ内閣の農省を務めた。2009年11月に、欧州委員会のジョゼマヌエル・ドゥラン・バローゾ委員長から、次期農業委員に指名され、2010年2月から2014年11月まで、農業委員。2015年11月には、 クラウス・ヨハニス大統領からルーマニアの首相に指名され、国会の承認を得て就任し、翌年の総選挙まで務めた。ザラウに生まれたが、子供時代のほとんどを、近郊のペリチェイ村で祖父母と共に過ごした。そこで、チョロシュは、農業に関心を持つようになった。1987年に、シムレウ・シルバニエの農業高校を卒業後、 クルージュイコールナッポカ農業科学獣医学大学に進学、1994年に園芸工学の学位を得て卒業した。また、農業開発経済学で1997年に、レンの農業科学高等研究院から修士号を2006年にモンペリエ第一大学から博士号を授与された。2000年からシンクタンクのグループドブリュージュに所属している。 政治的には、無所属だが、全欧レベルの欧州人民党に加入している。1991年から1996年まで、チョロシュは、フランスのブルターニュ地方にある、有機農園で13ヶ月の実務研修を受けた。1995年の夏には、サボア県とアルジェシュ県が共同で行う、農村開発計画を準備し、1997年には、ロデーズの、 アベロン県農業商工会議所に勤務する傍ら、県北部の農業、農村開発について研究した。1997年から1999年には農業経済学者としてブルッセルにある欧州委員会の農業、農村開発総局に研修のため派遣され、そこで農業、農村開発特別加盟プログラムの策定を手伝った。 1998年から1999年には、再び、サボア県の協力を得て、アルジェシュ県の地域農村開発計画を指揮した。1999年から2001年には、フランスの2つの農業開発機関に勤務し、ルーマニアにおける同分野の機関と行う合同プログラムの調整に当たった。2002年から2003年には、 欧州委員会のルーマニア代表団の一員として、母国におけるスパードの実施状況の監督を手助けした。2005年1月から2007年5月にかけては、ルーマニアの農務省顧問と欧州連合理事会の農業特別委員会委員を務めた。2007年5月から10月には、ルーマニア農務省で欧州担当時間の役職にあった。2007年10月には、 汚職事件で辞任したデチバルトライアン・レメシュの公認の農務省に起用され、同年12月にタリチアルの国民自由党を中心とする政権が総選挙の結果下アするまで在任した。2009年の初めに農業、農村開発総局に復職したが、同年7月にはトライアン・バセスクから公共農業開発政策を所管する1年限りの 委員会の委員長に指名された。2009年10月、第2次バローゾ委員会において、農業担当委員の役職を確保することを望むエミール・ボック政権は、チョロュをルーマニアの欧州委員に指名した。この提案は、野党のリベラル勢力や社会民主党から、崩壊の瀬戸際にある政権の最後のあがきとして、非難されただけでなく、 社会民主主義勢力がその役職を占めるべきとする欧州社会党からも批判された。実際、ボック内閣はチョロ氏を指名した翌日に不信任決議案が可決されたことで崩壊した。農業委員時代のチョロ氏欧州人民党大会にて11月末、バローゾはチョロ氏を農業担当委員に指名した。バローゾはチョロ氏について 提案された候補者の中で最も有能な人物であると述べ、チョロ種の農業、農村開発に関する近代的なビジョンを称賛した。イギリスの雑誌、ファーマーズ・ウィークリーは、ルーマニアが EU の資金を不適切な形で管理していたことを挙げて、この使命を物議を醸す選択としたが、チョロ種の広範な農業における経験は認めた。 イングランド・ウェールズ全国農業組合とスコットランド全国農業組合もこの指名を歓迎した。イタリアのルカツアや農務省とフランスのニコラ・サルコジ大統領も同様にチョロシュに祝辞を述べた。ドイツ通信社とイギリスの新聞インデペンデントは共に資金の不適切処理問題との関連でこの指名を批判したがフランスの日韓紙ウェストイコールフランスは イギリスが憤慨しているのは、チョロ氏とフランスとの強い結びつきを考慮すると、彼は二人目のフランスの欧州委員も同然であると認識しているからだと主張した。2010年2月に欧州議会の承認を受けたチョロ氏は、自らの優先課題に着手した。それには、食料安全保障確保のための繁栄した農業部門の維持、環境保全と田園の保護、 地球温暖化対策の支援や農家の公正な生活水準の維持などが挙げられる。この目標を達成するため、チョロシュは共通農業政策を状況に応じて変更し、再構成し続けることを約束した。2015年7月には、バローゾの公認のジャンクロード・ユンケル委員長から国際食料安全保障担当の特別顧問に任命された。 2015年11月に、ビクトル・ポンタ首相は、ナイトクラブの火災がきっかけで生じた首相の辞任を求める抗議運動を受けて辞任した。その後任として、クラウス・ヨハニス大統領は、チョロシュを指名した。その後、21名で構成され、その3分の1を女性が占める、テクノクラート内閣が提案された。チョロシュ内閣は、国会で、主に社会民主党と、 国民自由党の支持を得て389票対115票で承認された。自由民主同盟は反対に回った。首相在任中に透明性向上を目的に行った主な業績として、チョロシュは公的部門の給与や契約に係る支出の電子公開と無数のさまつな手続きの淘汰をはじめとするお役所仕事の削減の2点を挙げている。 2016年の総選挙では国民自由党とルーマニア救出同盟から支持を取り付け、その見返りにいずれかの党への投票を有権者に呼びかけた。しかし両党は敗北し、総選挙の翌月、チョロシュはソリン・グリンデアヌに首相職を引き継いだ。フランス留学中の2000年に同国の農業専門家であるバレリー・ビレマンと結婚した。結婚式は ペリテイ村で行った。夫妻に子供はいない。チョロシュにはソリンという弟がいる。ありがとうございます。